2009年、ワシントン DC の世界銀行近辺の反戦デモで行われたブラックブロック。一部はシンプルなフードを着て顔を出しているが、他は暗い色のマスクやサングラスなどで可能な範囲で顔を覆っている。2007年、ハンブルクの反弾圧デモでのブラックブロック2007年3月17日、ワシントン DC での盾によるブラックブロック。 アナキズムのシンボルであるサークル A と接刻が使用されている。2003年4月12日、ワシントン DC の反戦ンンデモでのブラックブロックブラックブロックのイラストレーションブラックブロックは街頭での抗議行動などにおけるデモンストレーションの戦術の一つで各参加者が黒色の衣服、帽子、ヘルメット、サングラス、マスクなどを着用して行う戦闘的無政府主義者の一団。 国衣、黒マスクで現れるアナキストや、反資本主義運動家などの集団で、暴力的行動を行うことで知られる。この服装は、警備側に対して参加者内での個人の識別と、特定を困難にする、警備側が使用する、スプレーなどからの顔や目の防護、集団を一つの巨大な塊に見せる、連帯感を高める、などの戦術的効果のために使用されている。 またブラックブロックの参加者はしばしばアナキズムと関連しており、黒はアナキズムのシンボルカラーでもある。この戦術は1980年代のヨーロッパでスコッターの退去処分、核兵器、妊娠中絶規制などへの抗議行動を行うオートノミズム運動によって構築された。また1999年の第3回世界貿易機関閣僚会議への抗議行動の際に、 シアトルのダウンタウンに位置した、キャップ、スターバックス、オールドネイビーなどの多国籍企業の小売店に損害を与えたことで、ヨーロッパ以外のメディアに広く注目された。ブラックブロックは、他の時期の他の講義を行う人々によっても時折、採用されている。ABC、アウトノミアザ・オリジン・オブ・ザ・ブラックブロック、リリーブド・7ノーベンバー2008、カールソン。 キャサリン・ブレイズブラック・ブロック・ブルーナショナル・ポストオリジナルの2010年6月15日時点におけるアーカイブ https://www.webcit-a-t-i-o-n.orgslash-go-q-v-r-8-e-g-u-b-url=http://www.n-a-t-i-o-n-a-l-p-o-st.comslash-blackblockblue3155069 ストーリー、HTML2010 年6月15日閲覧。ネットワーク、ネット闘争、未来への戦い、デビット・ロンフェルト、ジョン・アキーラ、ランド研究所、多摩大学、G8 サミットへの NGO、市民社会の関与、川岸明大、国立国会図書館、2008から05、ファッションティップス・フォー・ザ・ブレイブ。クライムスンク、2013年8月26日、閲覧。 W 敗反対で5度目のデモイコール制止トリオで破壊行為も引く日経新聞悪夢のような集団が街を破壊 G20 サミットの地獄絵図日本メディアが報じなかった現実川口マーネミ現代ビジネス講談社2017.714ありがとうございます